ラークシャスブバンの戦いは、1763年8月10日に、インドのラークシャスブバンにおいて、マラータ王国とニザーム王国との間で行われた、戦闘。1761年1月、マラータ同盟軍は、アフガン勢力トゥッダーニー・アサニ・パーニー・パトの地で敗れ、大打撃を被り、その半年後に、マラータ王国最小、バーラージー・バージー・ラーオが死亡した。その後、 王国の最小位は、息子のマーダブラーオが継承したが、バーラージーの弟ラグナートラーオは、最小位を要求したことから、両者の間に対立が発生した。マラーター王国と長年対立してきた下官地方のニザーム王国はこれに介入し、問題は複雑化した。同年11月に、ラグナートラーオは降伏したが、マラーター王国とニザーム王国との対立は続き、 1763年3月7日に、マーダブラーオは、ニザーム王国への遠征を行った。軍勢には、ラグナートラーオをはじめ、ビサージートリンバク、ヤシワントラーオバブレーなどが付き従った。一方、ニザーム軍もこれに迎撃する構えを見せ、ビッタル・スンダルを首相に、イスマー・イール・ハーン・パンニー、ラグジー・ジャーダブラーオ、ニンバール・カル・カルデー・カルを、指揮官とする軍隊を派遣した。 また、軍勢には、シャルル・ジョゼフ・パティシエ・ドビュシーによって率いられた、フランス軍もいた。8月10日、マラーター軍は、ニザーム軍は、アウランガーバード近郊、ラークシャスブバンで激突した。なお、ニザーム側には、マラーター側を裏切った部隊の一部が味方していた。この日の戦いは、マラーター軍の勝利に終わり、ニザーム軍の首相であるビッタル・スンダルが死亡した。 後、両者は、アウランガーバードで講和を締結し、ニザーム王国は講和の条件として、マラーター王国に82楽の歳入を生み出す、デカンの地域を割上した。講和成立後、マーダブラーオは、プネイに帰還したなお、この時割上された領土は1818 18年に、マラーター王国が、第三次マラーター戦争に敗れた後、イギリスによって、ニザームへと返還された。 ありがとうございます。